はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？で、今日はだいぶお便りが溜まってるみたいですね。はい、そうですね。お便り少ないんですって言ったら、やっぱり皆さんすぐ送ってきてくださって大丈夫です、ね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではまずですね、アクスカ明夫先生と山口敏太郎の対談本収録ライブ、こちらが4月の30日に、ですね、六本木のキュービで行われるんですが、もう残りが本当に少なくなってしまいましたので、もうでもあと1人ぐらいじゃないですので、ね、これ聞いておーって思った方はもう急いで申し込みされてくださいね。1人2人入ったらもうアウトだもんね、はい、そうですね、うん、先生のカバンが雪崩になってさっきアイムさんが蹴飛ばしたからですよ。蹴飛ばしますはい、ということでですね、うん、こちら次がさくらまりなさんのワークショップ、うん、はい、こちらちょっと一時期ね中断していたんですが、4月の23日に、オンラインでデモンストレーション公開霊視、はい、こちらの方とですねワークショップがありますね、うん、はい、あとですね4月の30日にはアニマルコミュニケーションワークショップ、うん、こちらはですねペットちゃん、うん、ね、ペットちゃんの、コミュニケーションとかを、する内容がございますので、ペットちゃんの言葉をね、はい、人間の言葉に訳する人いるじゃないですか、はい、ね、さくらまりなさんみたいに、はい、ね、自分のペットを連れ、なんか自分の犬をね、はい、あ、この子と喋りたいわとか言って、はい、さくらさんのとこ連れて行ったら、はい、おべさんこんにちはとか、そんな犬いないですか？そんな犬はいないでしょう。もう頭が弱くて、はい、もうレロレロなの。そんな犬はいない。頭がすごいもうパパラパなの。はい、はい、あ、なんか年を取っちゃった犬。いや、もう、うん、若い子犬なんだけど、はい、へい、僕お腹空いてるブー、お腹空いたブーって、そういうバカな犬はいないですか？多分そういう風に言っててもさくらさんがちゃんと訳してくれるんじゃないですか？鼻垂らして、ね、鼻垂らしたワンちゃんで、そういうワンちゃんでも言いたいことはさくらさんがきちんと伝えてくれると思いますよ。さくらさんが翻訳してくれるんだよ、うん、優しく、そうですよね、うん、そうそう、あの言ってることは、はい、肉食べたいブー食べたいブーとかそう言ってる犬もいると思いますよ。これもうさくらさん、うん、俺がさくらさんだったらね、うん、こいつバカですよこいつはバカですっていう、うん、そんな風に伝えるんですか？伝えますよ。ダメです、悲しくなっちゃいますよそれはいや、でもそういうやつもいるんじゃないかな、うん、多分いると思いますよ、そういうペットもね。そういうね、はい、もうろくでもないことしか考えてないやつとか、ね、ペットちゃんですか、うん、もうろくでもないこと考えててもペットは可愛い、食べることしか考えてなくてもペットは可愛いですね。まあ言ったでしょ、あの、はい、あの大して可愛がってない買ったペットが、うん、はい、生まれ変わってきた話、はい、はい、ありましたね。人間の子供として、はい、あの僕は前、うん、ペットだったんだ、うん、でも、うん、なんかあの他の一緒に飼われてたペットが、うん、嫌なやつでとかいう、うん、そういう話してくれて、はい、飼いやってた子供ほど、うん、ペットほど子供なんて帰ってこないんだよね、はい、あ、多分ね、そうやってこう、なんていうんですかね、運命で、あの修行、うん、その可愛がってなかったペットが子供に生まれ変わってきて、今度その子供を可愛がるようにっていう修行をさせられてるのかもしれませんね、うん、可愛がってた子はどこに行ったんですか？可愛がってた子は どこ行ったんでしょうね。どこ行ったんですかね。ね、そうですね、うん、可愛がってた子はもっと幸せになれるところに行きましたか？もっと金持ちのとこ行った。もっとお金持ちとかで、金持ちとか、もっと可愛がってくれるところに行っちゃった。ゼリゲバの役人のと家とか。ゼリゲバとか言わないでくださいよ。ね、そうですね。それでもう幸せの一口になったら、うん、もう生まれ変わらなくていいのかな。ね、そうでしょうね。だってね、幸せの極地になったらあと転落するしかなくなっちゃいますもんね。まあ、転落するののこともいい勉強になりますからね、うん、転落することもね、修行は修行ですけどね。そうですね、はい、はい、ね、どういう形で修行が終わるのかはわからないですね、うんうん、はい、ということでね、さくらまりなさんの、こちらの詳細も、保坂さんに載せてもらいましょうね。はい、ということで、ではお便り会、はい、
はい、近光ヒーリングの感想が来ています。もう感想来てる。はい、ちょっとだってね、見ただけではね、どうなってるかわかんないんですよ、うん、キウシさん派遣しますとか、うん、ね、だるまさん派遣してますとか、ね、見てる方はえーって思っちゃうんでね。だるまさんにキウシさんですからね。キウシさんですよ、うん、はい、タートルカンパニー宛てで、先日はヒーリングイベントでお世話になりました。近光さんには本当に感謝しております。感想としましては、キウシのヒーリングで肝臓をはじめとした内臓のケア、私は時折、なんていうんですかね、カゴ、カゴなんとかけ、ごめんなさい、読めないです。あたりが、張り、痛みがあるのですが、それがなくなりました。肝臓のストレスが軽減したからなのか、呪詛の払いヒーリングで矢を30本抜いたからなのか、うん、痛みが消えたことはとても喜ばしく思っております。おまけに深呼吸もしやすくなりました。また一人でヒーリングを受けられたのはとても幸運でした、うん、他にお客様がおりましたら気兼ねして光る球体の話を切り出せなかったでしょうし、ご先祖様の迷える魂を救うこともかなわなかったかもしれません、うん、本当に良かったです。加えて、うん、おあつさんにお会いできたこともとても嬉しく思いました。あったの？はい、見えなかったですけど、そうなんですよ、この方の場合ね、突然あの近光さんがおあつさんをこう召喚してきましてですね、うん、ちょっと私もびっくりしましたけど、で、あのおあつさんがその迷えるご先祖様の魂を上に導いていったんですね、うん、へー、ちょっと不思議な、でこの方も見えなかったそうですが、ちょっと私も全然見えなかったんですけどね、何も存在を確証できなかった、ちょっと確証できなかったですね、うん、はい、この度は貴重な体験本当にありがとうございました。6月4日の B コースはワクチン接種者が対象とのこと、またの機会がございましたらよろしくお願いいたします。6月4日ってワクチン接種接種だけですか？はい、B コースもありますし、もう C コースも A コースもいっぱいになってしまってるんですね。あ、うん、B コースはね、いつもねちょっとだけ残る感じですね。じゃあ B コースだけですか？はい、はい、B コースだけ残ってます、ワクチン接種者。はい、そうですね、はい、乱文になってしまいました、申し訳ありません。皆様のご健康を心より記念しております。すべては他者のためにということでね、 N さん。そうだね、 N さんですね、はい、いやでもね、うん、そういう考え方が大事だと思いますよ、はい、他者のためにという、うん、はい、まあ もちろん自分を守るためが第一優先だとは思うんですけど、はい、他者のためを考えて生きていくっていうのが、はい、日本人にとって一番すっきりくる感じじゃないかなと思いますからね、はいはい、ね、いや近道さんのね、はい、この近道ロザリオ、ロザリオな、ジャラジャラさせて、ジャラジャラさせてね、これを左手につけてこうやりましたよ、はい、ジャラジャラします、ジャラジャラして、はい、パワーを感じますね。感じますか？感じますね。素晴らしいですね、先生。なんかね、うん、なんかすごい重さを感じる、はい、お、重いですよ、こんないっぱいつけてたんじゃ。なんかね、はい、なんかこうぐーっと重くなってきた。ぐーっ、重く、重い、重す、なんかもうわざとらしい、わざとらしい。もうダメですよ、はい、重くなってきましたか？重くなりましたね、これ。あれ不思議だね、他の人はなんか軽やかになるって言ってるなんか先生、重くなりましたか？俺の中の魔物が魔物が反発している。あ、なるほど、そういうことなんですね。わかりました。いやもうね、うん、もう全体にゴレンジャーという色がね、色がね、5人揃ってゴレンジャー、はい、5人揃ってゴレンジャー。パワーがね、うん、相当きますよですね。次は何色かなってね、楽しみなんですけどね、うん、はい、ということでね、もう一つあの感想のお便りが来ておりますよ。何の感想ですか？はい、近光さんのヒーリング、うん、はい、ビンタロウ先生、アイム様、奥様、タートルカンパニーの皆様、こんにちは。スピカと申します。スピカさん、はい、今日近光さんのヒーリングを受けてきました、はい、記憶の新しいうちに感想を送ります。うん、まずは道に迷ってしまい迎えに来ていただいたことをお詫び申し上げます。誰サーブそうです、ね、キャスパー沢口が走った。キャスパー、そうですね、あの迎えに行って体斜めにしてこうやって走ったんですか？分かんないけど、なんていうか、スピカさんですか？こっちです、こっちです。何ですか、もう
に一生懸命やってくれたんですからね。はい、ほぼ一本道なのにどうやったら迷うんだと自分で突っ込みましたが、どうやらとても緊張していたようです。うん、そうですね、あのね、何名様かちょっと道がわからないという方もいらっしゃいましたので、どっちから来て、北側から来てるんですか、どっちでしょうね。だからちょっとね、地図の方をね、もう少し分かりやすい感じに、ね、直そうかなと、こう目印をね、たくさん載せるとかね、はい、そうです ね、 ね、はい、生近光さんは邪気のない穏やかな方でした。生近光さん、はい、受けたヒーリングを箇条書きで書かせていただきます、うん、キウシの生体細胞ヒーリング、うん、私は胃腸が弱いので内臓に来るのかなと思っていたのですが、うん、左側の腰と足のあたりだと言われ、確かに数日前に痛めた部分だったので驚きました。立ち上がる時になどまだ痛みが残っていたのですが、ヒーリング後は痛みはほぼな、ほぼ収まっていました。呪詛の払いヒーリング、子育てで悩んでいた頃に夫に受けた矢が刺さっているとのことでした。抜いてもらう時、溝落ちと心臓のあたりに波動を感じて涙が出そうになって、終わった時はすっきりした感じがありました。夫婦喧嘩の時は私も夫に刺しまくっているのだろうと思います。人に対してそのようなことをしないように気をつけなければなりませんね。未解決な出来事への癒しヒーリング、前世からの悲しみが塊のようにあるとのこと、うん、ロザリを使ってのセルフヒーリングのやり方を教えていただきました、うん、あまり人に言ったことはないのですが、私は昔から手のひらに空気の圧のような気を感じる体質で、感じる体質です。今回とても強く感じたのは近光さんが測定している時です。空間が揺れるような感じがしました。これは体全体で感じることができました。ヒーリングが終わり、帰る頃には首肩あたりがすっきりして体が軽くなっていました、うん、ヒーリングとは日々の生活で心と体に受けたダメージを癒すものだということが実感できました。近光さん、スタッフの皆様ありがとうございました。感覚を忘れないうちに書いてしまおうと帰りの電車で書きました。長文乱文大変失礼いたしました、うん、皆様のご多幸をお祈りしております、はい、あ、ということでですね、よかったですね、効果が出て、うん、前世からのね、悲しみとかいろいろあるんですね、うん、なんかね、積もり積もったものとかから解放された感じで、うん、そうですね、はい、うん、ということでね、こちらのスピカさん、どうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、アトラスネーム金剛です、契約の箱の、投稿読んでいただきありがとうございます、はい、あの契約の箱が見つかったっていうニュースを見た記憶があるんだけれども、全然探せないといったお便りでしたね、うん、はい、これは契約の箱の検証にしたいので、同じ体験があるという人が出てきたら本当に世界線の移動があるということになると思いますので、その時は読んでください、うん、自分の見ていたニュースの中で一つ書かなかったことがあるのです。お、夕方の6時40分ごろ、何チャンネルか覚えてないのですが、契約の箱を開けよとする映像もあったので、あれ、なんだ、契約の箱を開けようとする映像もあったのです、うん、開けるため手に持った棒のようなもので上の蓋を少し開けようと差し込み、少し浮かせた瞬間、中からものすごい勢いで光が出てきて、周りの人たちは狂喜乱舞して逃げ惑っていたのと、あの穴の中にいた人は中から這い出ようと必死になっている映像でした。そして軍隊の命令により、これ以上の発掘は禁止令が出てできなくなったというニュースでした。これは検証になりますか、検証になりますか、うん、となっておりますね。うん、なんか不思議ですね。ものすごい勢いで光が出てきた、うん、うん、そうですね。ちょっと他にこのようなニュースとかご覧になった方がいましたら、そうですね、はい、まあ、他にも見たっていう人はいないからね、今のところね、今のところはね、いらっしゃらないですね、果たして、ね、この人個人の、ね、はい、錯覚だったのね、錯覚か、なんか、うん、マンデラエフェクトか、
何でしょうね、世界線の移動とか同じ世界線にいた人がいるかどうかとか、ね、いるかどうかですね。アトラスラジオのニュースの中にね、はい、はい、ということでね、ちょっとこういうニュースを見た方もしいらしたら投稿してきてくださいね。ということでですね、金剛さんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、山口敏太郎先生、アイム様ほかタートルカンパニーの皆様、毎日慌ただしい中のアトラスラジオの収録配信お疲れ様です。そうですね、慌ただしいですね、毎日ね。慌ただしいですよ、はい、本当に。はい、讃岐の白子です。白子さん、私的には久々の投稿ですが、ここ最近私を取り巻く空間で様々な霊障的な出来事が頻発しております。うん、平坦な場所を歩いていると突然足をすくわれて転倒し、右足を骨折し、現在松葉杖での生活を余儀なくされております。ああ今松葉杖、あら骨折しちゃったんですね。うん、普段から時折歩行中に右足の甲をつかまれてこけそうになったり、右の靴ひもが突然引っ張られてほどけたりしていましたので、うん、同じ相手からのいたずらだと思っております。うん、見えない相手ですかね。そうですね、はい、投稿するほどのことではないですが、封筒に通帳とキャッシュカードを入れてキャッシュコーナーに行ってみると、キャッシュカードだけが消えていたり、パソコンの電源ケーブルが作業中に突然抜かれたり、仕事場のパソコン周辺機器が突然消えてなくなり、後日別の施設の会議室の椅子の上で発見されたり、刺激的な毎日を過ごしております。なんか激しいですねこれ。うん、キャッシュカードが突然なくなっちゃったらすごく困りますよね。まあ困りますよ ね一瞬これ消えちゃったけど後からは出てきたりするんでしょうかね。うん、ね、この電源ケーブルが突然抜かれるとか、パソコン周辺機器が突然消えてなくなる、うん、なんかこれはすごいことになってますね。うん、困りますね。困りますね、はい。先日のライブ配信では近光さんのパワーをいただこうと画面に手をかざして受け取ろうとしたところ、手のひらが異様に熱くビリビリと電気的刺激を受け、受け取れたと思った後激しい頭痛に見舞われて大変でした。これも前世が鬼だったかもしれないせいかもと思っております。ちょっとね、近光さんのパワーが大変なことになってますね。さて、今回の投稿は心霊体験でも恐怖体験でもありませんが、先日ある事件の気味の悪い一致を知りましたのでお話しさせていただきます。中学2年生の初秋、休み時間の終了間際、私が教室に戻ってくると、教室の後部の壁の前にたくさんの同級生が固まって騒いでいました。近づいてみるとそこには修学旅行の写真が数枚掲示されていて、集合写真の前付近で普段はおとなしく影の薄い男子生徒が珍しくテンション高めで大げさなリアクションと甲高い声を上げていました。間もなく鳴ったチャイム音で私は急いで自席に着き、すぐに担任の科学の先生も教室に入ってきました。授業が始まり、しばらくして机の間を教科書を読みながら歩いていた先生が後方でいきなり大声を出して、私たち全員びっくりして振り返りました。誰がやった？先生は集合写真を指さして怒鳴っていました。遠目によく見えませんでしたが、後で聞くと集合写真の先生の顔に押しピンを刺していたようでした。授業は中断して犯人探しが始まりましたが、すぐにあの気弱な影の薄いはずの彼がニタニタと満面の笑みで元気よく立ち上がって名乗り出ました。そのまま先生は壁から写真を剥がして彼を職員室へと連れて行き、授業は自習になりました。彼がなぜにそのような行動をとったのか、すべてが彼らしくない出来事に信仰は深くなかったけれど不思議でした。結局その日は彼は教室へは戻らず、荷物も教室に残ったままになり、翌日登校した時には荷物はなくなっていました。そして二度と教室には戻ってこれなくなりました。彼はその日帰宅して、両親が帰宅した時には部屋で首を吊ってしまったからでした。首を吊って亡くなってしまったんですね。
この苦い思い出は未だに私の記憶に張り付いたままだったのですが、先日同じ高松市の中学校の4年先輩の方と昔話をしていた時、私がこの話をするとその方は、いやいや、それは俺の同級生の話だよ。修学旅行の集合写真の先生の顔に押しピンを刺して万能池の木で首を吊った話だろ。新聞にも載ったから有名だよ、と言われました。私はふと気になって校舎と 階数と教室の場所を確認しました、うん、同じ教室でした。なんだかゾッとしてしまいました。4年後に同じことが連鎖して起きてしまっている。もしかしてその後はどうだったのかと考えると、なんとなくあのおとなしい彼がなぜにあのようなことを急にしでかしたのか、忌まわしいものが背後にいたような気がしたのでした。うん、すごいですね。4年後にまた全く同じことが起こったんですね。うん、そうですね。はい、どうしたんでしょうね。うん、はい、すみません、だらだらと長文失礼いたしました。ますますの活躍楽しみにしています。うん、ということで、なんかすごいです。一致することがあるんですね。そうですね。はい。いや、私前テレビ見ていたらですね、あの刑事さんがですね、その部屋で殺人事件が起こった話をしていて、でまた同じ部屋で同じ時間に殺人事件が起こったっていう話をしていたのをテレビで見たことがあります。ね、その、ね、一致は何でしょうね。なんか自爆霊か何かが、まあ、いや、たまたま、まあ、巡り合わせの悪い、うん、たまたまです、不動産だったじゃないですか。そうなんですかね。まあ、ね、人に悪いとか火葬が悪いとか、はい、縁起の悪い火葬、ねね、うん、物件いくらでもあるじゃないですか。はい、たまたま呼びやすい教託だったじゃないですか。うん、霊を呼びやすい教託、あの、うん、教授を、教授を呼びやすい、招きやすい家だった。うん、そう。ね、ちょっと怖いですね。こちらもじゃあ白子さんのこの学校もその教授を招きやすい教室。そうでしょうね。いやちょっと、ね、東洋大学作った井上遠良先生は、はい、遠良先生は妖怪学っていう本を書いてるぐらい妖怪が好きだったんですよ。はい。でも妖怪なんかいないと、はい、基本的にみんな正体が科学で割れると思っていたんで、はい、迷信とか一切信じなかったんですよ。はい。で鬼門の方角にトイレを作ってわざと作ったり、はい、あの鬼門でやっちゃいけないことをやってたんですけど、はい、そしたら大学が火事になっちゃって、そうなんですかだから、うんうん、やっちゃいけないって昔から言われてることはね、はい、守った方がいいですよ。そうですね。でないと、はい、僕は不吉なことがあると思うな。うん、ああ、そうですね。やっちゃいけないことをわざわざね、やっちゃったんですね。だってこの前、うん、あのリッチトック君の家行って、はい、方角測ってたじゃないですか。はい、だから鬼門の方角だったじゃないですか。うん、そうですね。うん、鬼門の方角のお尻があって、はい、あれ、ほんで絶対良くないですよね。うん、はい、ちょっと不思議だったのは、お尻が、両側に押し入れがあったのがすごく不思議だなって思っちゃったんですよ。あれね、多分ね、うん、こっち左、はい、向かって左側の押し入れは後で作ったんですよ。はい、右側の押し入れが変なことがいっぱいあるから、はい、使えないからこっちを作ったんだよ。はい、だからね、あの、あれは本当欠陥住宅ですよ。そうですか。そうですね。リッチドッグさんのはなんか言っちゃっていいんですか。あの、多分まだ言えないです。まだ言えないですね。うん、まだ言えないと、まだ言えない。リッチドッグさん、はい、ね、はい、ということでね、なんかこれまた怖い話を投稿してくださいましたね、うん、白子さん。そうですね。はい、ということでどうもありがとうございました。でも白子さん最近連絡なかったね。はい、ね、あの足骨折されてたからですね、ちょっと動きが取りにくかったんじゃないですかね。あ、ね、私もね、松葉杖ついてたことがあるんですけど、本当に歩くのすごい不便なんですよ。うん、で松葉杖で階段を降りようとしたら本当に転がり落ちるかなって思うぐらいでしたので、あ、ちょっと大変じゃないかなと思われますね。なるほどね。はい、ね、白子さん早く良くなってくださいね。そうですね。はい、ということでね、うん、前半はこんな感じですよ。はい、じゃあこんなもんでしょうか。はい、残りはじゃあ後半に続く。残りは後半に続きますね。じゃあこれにて前半終わり。はい、はい、前半終わり。はいはい。